こんにちは、ゆうです。バズナのお時間です。はい、今日無課金サバカ芝居のあるやっていきたいと思います。芝居のあるまんじゅう慣れました。はい、本当はね、無課金サブサバカ闇属性縛りの、長老でまんじゅうチャレンジの動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっとね、まだ早いから、ちょっと編成がね、全然寝れなくて、はい。で、昨日ね、無課金、裏まんじゅうチャレンジかなんか調べたんですよ。ググったんですよ。ググったら、なんとね、まあ自分の動画が出てきて、ちょっと恥ずかしい思いしました。はい。ただタイトルがだって、無課金パズドラ、ウルトラにデュエリスト、超能力者と王子様を連れてまんじゅうチャレンジに殴り込みやー。過去芝居沼るシャープ129。恥ずかしい、一瞬嬉しかったけど、ちょっと恥ずかしかったっていう。はい、そんだけです。はい。あと今日お誕生日の方、おめでとうございます。それでは、今日やっていきたいのですね、ちょっと待って、Siri が反応しようと。はい。タイトルとサムネ見てもらって分かるように、せっかくね、シルビアをスパイファミリーで、ゲットしたんで、ランク、スパイルマルもね、ランク1100目指していきたいと思うんで、僕がね、ちょっとコツコツ昨日からやってる、ランク上げ編成を、ご紹介したいと思います。それではね、パーティー紹介します。あ、その前に、極連のね、経験値、11倍が来てるんで、ここ回るっていうことですね。はい。それでは、改めてご紹介します。はい、こちらですね。はい、シルビアに、芝ドラ包んで、芝ドラ全然包まれてへん。芝ドラ入れて、リーダーチェーン編成ですね。はい。で、はい、ご紹介します。リーダーのシルビアシャウトさんに、上限解放。これ上限解放を付けてしまったんですけど、上限は全然解放されません。はい。むしろドラゴンキラーとか、悪魔キラーとかの方がいいと思います。で、フレンドさんはリーダーチェーンできないんで、両方シルビアで行くんで、10コンボ加算以上行くには、枝豆が結構必須になってくるんで、はい。枝豆のついてる武器やったら、まあ何でもいいのかなと、列と。はい。で、こちらが芝ドラですね。はい、芝ドラ。もう全部、あ、これだけ違うのかな。はい。芝ドラ、スキブで1個だけちょっとプラスしたかったんで、はい。上限解放にスキルチェーン2つに、これミニレイランの武器。本当にもうスキブやったら何でもいいです、これは。はい。で、こちらが、枝豆補いつつ、列も補いつつのマドゥ武器の芝ドラを、まあ、2体ですね。はい。で、こちらが、サンリオの、大魔女、火の大魔女ハローキティですね。はい。小学生スキルプラスにドラゴンキラー3つ。ドラゴンキラーの理由は、スミレが出てくるんですけど、スミレが結構硬くて、はい。水属性なんで。で、それがドラゴン、体力なんか、はい。それで、ドラゴンキラー3つつけてます。まあ、上限なんて解放されないんでね、ハロウィンキティじゃ。ハロウィンキティちゃう、火の大魔女ハローキティを採用している理由は、暖房がついているのと、僕の持ってる火の、リーダーで、列リーダーで、コンボ加算がね、一番でかかったんですよね、3コンボ加算っていう。はい。それだけの理由です。はい。まあまあ、暖房も漏れるしね、はい、いいんじゃないかなと思ってます。で、フレンドさんの、シルビアシャウトさんに、中学生スキルプラス、ドラゴンキラー4突してもらってます。はい。で、あとは、これも暖房盛るために、暖房と列盛るために、クリスマスサレネの武器つけてもらってます。で、もちろんのことながらランク上げなんで、経験値バッチですね。ごめんなさい、ちょっとミスりました。一気速攻ミスりました。はい。ちょっと、ほんまに、サクッとご紹介したいと思うんで、本当にちょっとだけ一手間加えるだけで、はい。暖房入りの、はい。ランク上げ編成を紹介するんで、ただ、レッツゴー。何言ってるか分からへんかった、自分で。で、シルビアシャウトさん。こんにちは、こんばんは。で、これがあと1になるまでちょっと貯めてあげます。1。まあ、大概ね、1脇やとしたら2脇なんで、このタイミングでいきますね。はい。で、まず芝ドラ全開放してあげます。芝ドラ全開放。はい。芝ドラ全開放。で、これ、シルビア溜まってるんで、もうどっちかでもいいんですけど、この、シルビアの上の、クリスマスサレーネ武器が、2ターン変質かけてくれるんで、これが、僕のそのリダチェン武器の、このターン数と、合ってるんで、これで、リダチェンしてあげますと。で、ここで、はい、崩すだけ。で、気をつけないといけないのが、どうしてもね、コンボ、10コンボ以上で、倍率が発動するので、シルビアさんが、そこだけね、ちょっと気をつけてあげて、はい。なんか、
怪しいなと思ったら、コンボドロップ怪しいなと思ったら適当にコンボ組んであげたら、今全然コンボ組む必要なかったっすね。声落ち込むもね、結構あるんで、はい。落ち込んでね、枝豆は消えてほしくないんですけど、正直言って。はっきり言ってね、もう。はい、こんな感じで、はい。適当にね、枝豆を1個ぐらい消してあげたら、まあ10コンボはいきますわ、はい。はいはいはい。はい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 。で、スミレが出てきた時だけ、しっかりコンボ組むか、シルビアさんがね、上がってきてるんで、威嚇してあげて、2パンしてあげるのでも全然いいっすね、それで。スミレ出てくるとこどこやったかな、ここやったらね、キラーとかね、結構集めれたりもするんで、はい。一番上なんやったっけ、極連強連極連か。極連より僕はこの、ここが極連やったらどうしよう。忘れた。ちょっと誕生日忘れた。上から2つ目の方がいいと思います。はい。スタミナ消費も少ないんで、で、経験値効率もあんま変わんないんですよね。結構今、キラーって使われるじゃないですか。キラー使われるんで、はい。そっちが僕、こっちの方が好きかな。やっぱ好き、スタミナ効率もいいんで。で、今やったらダブメタリとか、出てくるんで、はい。それもね、出てきてほしいなと思ってるんですけどね、一発目で。そうじゃないとね、出てこへんな。はい。はいはい。ここも、ちょっと1コンボだけ足してあげて、はい。日に、下に枝豆がね、あればね、確実に10コンボはいくと思うんで、はい。いや、もう、柴犬丸は、あと、ランク1100にするだけかな、本当に。はいはい。で、ここちょっと枝豆がね、全然足りないんで、怪しいんで、ちょっと崩してあげて、はい。あ、10個もいってましたね。はい。さすが3コンボかさん。はいはい。はいはい。で、これもう枝豆もたっぷりあるんで、はい、これ OK と。はい。はい、OK。はい、これ、火なんで楽勝っすね。はい。これをコンボ加算してあげて。はい。はいはいはい。こんな感じですね。一周ね、2000何万ぐらいで。はい。はい。このランクだったら、すぐ上がるんですよね。ちょっとね、ダブなんとか出てくるのまでちょっと待ってみますね。はい、それではもう一周行っていきたいと思います。ダブなんとか出てきた方がね、皆さんの参考にもなると思うんで、でもう一回やると、ここで威嚇して、はい、1、2、で2ターンだけ耐久してあげて、で、はい、ここシバドラ全開放、はいはい、で、シバドラ全開放、はいはい。で、シバドラ全開放、はいはい。こんにちは。あるいはこんばんは。で、これで離脱にしてあげて、本当はね、こんなに、ヘイスト、もう、僕、マッハとか持ってないんですよね、このアカウント。マッハとか持ってないんで、はい。マッハとかね、持ってる方はね、こんなことね、しなくていいんですけどね、はい。で、ここは多分枝豆って結構あるんで、はいはいはい。OK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 。あれこれ、今日、上行ってへん間違ってへん間違ってる上間違ってる間違ってる間違ってるこれ間違ってる間違ってるもしかして。あれロビンフットはこれ、間違ったかな、間違ってるっぽいっすね。はい。まあ、どっちでもね、ご紹介しますわ。はい、じゃあ、それじゃあ。はい、はい。これも全然いけるんで、はい。皆さんのお好みでっていう感じですね。でこちら、潜在タマドラとか、あと、キラー、ステアップキラー、落ちるものが違うんでね、はい。どちらでも、対応してるっていうことでね、はい。無理やりこじつけ感ありますけど、はい。はいはい。
まあ、パズパスバッジに入ってらっしゃって、もうそういう方はもっともらえると思うんで、経験値が。はい。まあ、ランク上げね、結構長いじゃないですか、今って結構、その、何分とか。10分ぐらいかかっちゃうのかな。この、ね、強連とか極連とか来てるときは本当にチャンスなんで、はい。ぜひぜひ、シルビアね、ゲットされた方、本当に、こんな、ゆるい感じでもね、全然クリアできるんで、はい。なんならね、もうほんま暖房とか気にされない方だったら、サンリオの、大魔女キティとかじゃなくても全然いいんで、本当に。はい、ここスミレですね。スミレがドラゴン体力なんですよ。で、ここ一旦威嚇してあげて、はいはい。あるいはこんばんは。で、これで、はいはい。あ、僕、スミレ出てきたん、あれか。スミレ出てきた時もあれやわ。ちょっと下調べ、間違った。はいはい。こんな感じでね、はい。一旦威嚇してあげて、威嚇してあげても倒せないんですよね。はい。こういうので威嚇してあげて、はい。で、次で、はい。まあ、逃げ気必殺みたいな感じで、はい、倒してあげれば、はいはいはい。はい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 。で、光属性持ってったらね、もう簡単に消えるんで、はい。そのためのドラゴンキラーですね。あ、上から2つ目だったら悪魔キラーでいいっすわ。はい。はい。はいはい。で、これで、オロチが出てきたとき、オロチが出てきたときも一緒なんですけど、まあ、威嚇してあげる。はい。威嚇してあげれば、もう全然大丈夫なんで。待って、これ一応コンボしときたいな。これでいいか。よし。はいはい。OK。だから紙キラーとかの方がいいんかな、ここは。あっさのか。まあ一応ホロツが出てきたとして、これとか、こんにちはこんばんはが敵のコーダーを2ターン殺したり、この大魔女ハローキティでも2ターン遅延とかなんで、本当にもう安心安全。なんたってノーマルダンジョンなんで、もうスキルが、全部通るんで、はいはい。まあ、今回はね、ヒーのスサノオさんだということで、はいはい。はい、ジベキですね。ありがとうございました。はい。まあ、クリアタイム見てみましょうか。このざっとね、お話した感じ。ダブルなんとか出てきても、全然余裕で倒せるんですよ。はい。クリア履歴見たら、見事に見せてましたね、普通に。はい。極連がおしゃべりしながら3分38秒、5.8 秒か。で、強連極連、こっちが極連か。極連が、4分半ぐらい。はい。まあ、1分、5分あればね、はい。ランク上げできるんで、はい、皆さんよければ、はい。こんな、お手軽編成でも、ちょこっと手間加えてあげるだけでね、全然ランク上げとか頑張れるんで、はい。僕もこの、23日の日曜日までなんですよ。昨日から始まってて、僕昨日ちょっと動画がその時間から撮れるタイミングがなくて、はい。ちょっとお届けできなかったんで、1日遅れなんですけど、皆さんも頑張ってね、ちょっとランク上げしながら、まあ、育成もできてっていう感じで、はい。パズワ界隈がね、盛り上がればいいと思っております。それでは、はい、今回はこれでお開きにしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきください。ありがとうございました。もしね、この動画良かったよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。それではね、皆さんもお疲れ様でした。それでは、お相手は私、ゆうでございました。